おはようございます、こんにちは、こんばんは。ララランダーズのお時間です。こちらのチャンネルは映画監督になりたい私ダンと俳優の大志、歌手のシュンが集まってハリウッドで成功をつかもうとあがく姿をご覧いただけるチャンネルです。今日の動画はその3人で撮ろうとしているショートフィルム、そのシナリオを書こうともがいている姿をご覧いただける私の Vlog です。それでは動画をご覧ください。遡ること2022年夏、世界陸上オレゴン2022を撮影しにオレゴン州ユージーンに一夏の滞在。おはようございます。本日私オレゴン州はユージーンに来ております。肌寒い朝を迎えております。そして、ウィズ下田ディレクターでございます。こんにちは。東京時代の先輩とアメリカで仕事してるんですね。感慨深いですな。結構暇だって言ってたじゃないですか。はい毎日めちゃくちゃ忙しいですよ。実はこう10年間ぐらいの中で一番忙しいしまったことを。ちょっとね、脚本を書く暇がないんですよね。言い訳ですけどね。書く人はこれでも書くんでね。この間ララランダーズの運営は大使にお任せして、仕事と映画の脚本書きに集中させてもらいましょう。 Just like that, she was gone. Out of my life again. 今回僕が作ろうとしている映画はララランダーズで撮る映画です。崖っぷちララランダーズはハリウッドで夢を叶える同盟です。レッドカーペットを歩こうと誓った3人組です。いつかは映画をと言いながら3年が経ちました。この3人でやり遂げなければならないのです。さてここで悩ましいのが、大使とシュンを出演者として使うということです。この2人に対してどうにもストーリーが浮かばないんです。
アイデアがうまくまとまらないのは大志や俊が悪いわけではありません。二人を思い浮かべて映画を考えるとき、余計な自意識が物語を邪魔するんです。本当は自分自身の問題なんです。またエルで会いましょう。ありがとう。ありがとうございます。またサンキュー。頑張ってな。ありがとうございます。頑張って映画も撮って。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた気をつけてください。どうっすね。はい。考えすぎるのは僕の悪い癖なので、とりあえず一本書き上げちゃいましょう。ちょっと動画回しいいっすか。あ、いいっすよ。ちょっとお二人にお話がありまして。はあ、あのね、この2週間ちょっと俺自身 YouTube から離れて、うん、で役者のなんだろうあの方にフォーカスできてすごく良かったなって思ってて、うん、でもちょっとね、あの俺があのこの役者の夢を追う上でちょっとこのままの状態で YouTube を続けるのはちょっときついかなって思って、まあなんだろう、最初はその3人でやることに対してすごくメリットを感じてたんだけど、今そのメリットよりもそのデメリットの方が俺は大きいんじゃないかなってのを感じて、で正直この感じで YouTube 続けていく上では俺はその自分のやりたいことの妨げになっちゃう気がするので、だから一回ちょっとそこら辺の話を3人でしたかったなって思って。 Yeah. Yeah.